です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか前髪が気になるっていうか、なんか切った前髪がの短さっていうより、なんか長い毛がいっぱいあってそれが気になっちゃう。すごい邪魔。めちゃくちゃ邪魔なの。どうしたらいいんだろうね。もう今日は最低限のメイクで生きてるって決めたので、私はもう私は最低限のメイクで生きているので、肌が汚いです。だから寄らない。今日は寄らないんです。めっちゃなんかスピに見える。なんかスピンクリームにシークレットビューティーパウダー。ベースメイクに関しては全部水で落ちます。多分そう、そういう日です。今日皆さん、リカさんのブログは見ましたか？見たよ。ね、スパムの手口で使って送ったんで。はい。もう URL 貼って送ったんで。寝るで。見ましたか？川島の写真を載せて。くださった、嬉しい。リカさんの久しぶりの写真付きブログ、川島です、嬉しい。なんかさ、まつげが上がんないんですよ今日。なんかどうしたらいいんだろうね。どうして上がんないんだろう、こんなに今日まつげ。いつもと違うの使ってるからかな。まつげ上げたい。右目、左目だけ上げたい。まつげ。今日は重力が強いんです。重力と戦ってる。あ、だから今日白飛びさせてるんです。ずるい、手を使う。そう、あの時はそう、なんかブログでリカさんにとは言ってないけど大好きな人に会いましたって書いたんですけど、でもあ、なんかそう、なんかまあいろいろな影響、いろいろあってライブとかなくなっちゃったじゃないですか。それでもうメンバーに会う機会もなくなっちゃって、そしたらなんか直
コレート渡せないと思って、バレンタインの。もしかしたらこれなんか渡せないまま賞味期限来ちゃうんじゃないかって思って、もうそしたら自分で食べようって思ってたんですけど、でもなんかどうしようってみんなに聞いて、ふさんとか中坂とかに聞いて、そしたらなんか渡しなよみたいな、 LINE しなよみたいな、結構みんな言ってくれたから、もう1日と半分ぐらいの時間をかけて文を考えて送りました。もう送るかでまず1日考えて、文を考えるのにも半日ぐらいかかって、どうしようどうしようって送るかどうしようみたいな言ってて、でその話をしてる時に中坂がちょうどいたから、一緒にいたから中坂が押せって言われて押したそしたらイカさんが会えるかもしれないみたいな話になって、もうなんかすごいね、そっからもねまためっちゃ迷ったの。もうずーっと待ちながら、もうずーっとなんか返信来るまでの間も、急に返信来たら心臓に悪いから通知オフに一旦して、でもなんか通知オフだと気づかないよなと思って、気づけなくて、なんか気づけないのも失礼だから通知オンにしようと思って、でもやっぱり通知オフにして、でもオンにしてみたいなのずっとやって、で返信返ってきて、その返信に返信するのにまためちゃくちゃ時間かかってっていうのをずっと繰り返して、で会えるってなったら会えるってなったで、次はすごいどうしようってなって、なんかめっちゃいろんな人に今日の服変じゃないっていう LINE を送りました。でみんなに変じゃないよって言われたけど変かもしれないって思って、どうしようって思って本気で服新調しようと思った。なんか服は新調、あれなんか新しい服着たんですよ、だからなんか余計なんか心配で、でもなんかずっとね着いてからも服屋さん見るたびに服買おうかなって思って、もうなんかどうしようと思って、で髪の毛をその前に切ったんですよ、そしたらなんか思ったよりもパッツになっちゃって、そしたらもう本当に何分前に行ったんだろう、めっちゃ前に行ったリアルに1時間前ぐらいに行った、でもなんかその前に用事があったから、これ本当にもうめっちゃ緊張した。でなんか前髪切って、そしてちょっとパッツになんかお眉毛になっちゃって、もうずっと眉と戦ってた、もうずっと押さえつけてスプレーかけてっていうのやってた。で会ったらめっちゃ嬉しかったです、可愛かったすごい可愛かったです。もう目が合った瞬間から幸せでした、本当に。なんかもうリカさんに LINE することもほぼないし、まあ当たり前なんですけど、でうーんしたらしたで緊張する、めっちゃめっちゃ可愛かったです。なんか本当にリカさんのメール取ってる人は分かると思うんですけど、本当に可愛かったんですよリカさん、めっちゃね。かわいい。
緊張しました。なんか本命チョコを、本命チョコっていうか普通にチョコレートを、今のは忘れてください、チョコを渡そうと思ったんですよ。でそのなんかそのこのチョコを買うまでもいろいろありまして、なんかチョコをめちゃくちゃなんか可愛いチョコがあったんです。忘れてください。あのすごい、うん、川島はあの乃木坂さんの推しメンの中田さんの影響でなんかすごいなんかチョコレートとかお菓子とかをなんか結構まあちょっとだけ詳しくなったんですよ。ちょっとだけね。でそれでなんか毎年バレンタインシーズンになるとなんか今年はこういうチョコが出てるんだとかすごい見てたんですよ。でこのチョコをいつかあげたいなとかすごい見てて、で今年もあげたいなって思ってたチョコがあったんですけど、でもなんかバレンタインライブがあったじゃないですか、静岡のエコパアリーナで。だからなんかそのバレンタインデイ期間のチョコレートなんかわかりますか、なんかバレンタインフェスみたいなやってる、そのチョコレートの期間にバレンタインフェスをやってる期間にリハーサルとかあって、練習もしなきゃいけないし、なんか行けなかったんですよ全然。だからどうしようと思って、でなんか妥協でチョコ渡したくなかったんですよ。なんかすごい考えて、で結局なんかやばい渡せないと思って、そのままバレンタイン来ちゃって、なんかこのなんかもうこの際なんか絶対重くない、誰が見ても重くないチョコレート渡そうと思ったんですけど、なんかコンビニみたいなあるじゃないですか、コンビニのなんかバレンタイン用のチョコみたいな、ああいうのを渡そうかなって思ったんですけど、なんかえなんかそれもなんかそれをやろうと思ったんですけど、なんか妥協でチョコ渡しなんか選んで渡すの嫌だなって思っちゃって、なんかもうどうせ重いって思われてるかもしれないんだからもういいやと思って、でリカさんにあげますって言ったんですけど、なんかやっぱり待ってくださいって言って、ちゃんとしたチョコを買おうって思って、でもそのチョコを選んだら選んだでなんか好きじゃなかったらどうしようと思ったんですよ。見た目の可愛さで選んだから、だからチョコケーキを乗せました、上に入れました、一緒に。そう、リカさんが好きな食べ物めっちゃ覚えてる。なんか前にリカさんがなんかツイッターでなんか書いてた気がするんですよ、ツイートしててなんか可愛いって思ったから覚えてた。それまでチョコケーキの存在知らなかったから可愛いと思って、チョコケーキってお菓子あるんだと思って、だからそれから見るたびチョコケーキ見るたびリカさんだと思ってた。リカさんの好きな食べ物とかいつも飲んでる飲み物とかめっちゃなんか覚えてる、うん、なんか可愛いです。嫌いな食べ物とかも全部なんか見ながら可愛いと思いました。でもリカさんに手作りじゃないのって言われて、最初あのなんかチョコ、もうちょっと待っててくださいって言ったら、え、手作りじゃないのって言われて、でもなんか人生においてお菓子作りを成功させたことがないんですよ。なんかこれ本当になんかなんでなんだろうね、
なんか家庭科とかのやつはできてたはずなのに、なんか料理はなんでなんだろうね。人生において料理はしたことあるけど、でもなんか基本的に火が怖い。火とかお湯が怖いです。熱いものがめっちゃ怖いから。なんか私好きな食べ物がメレンゲなんですよ。でなんかメレンゲってメレンゲ菓子なんですけど、メレンゲ菓子を前に作ろうとしたらなんかただの砂糖の塊みたいになっちゃって、なんか砂糖の溶かした砂糖の塊みたいになっちゃって、なんかベタベタになっちゃって、だからなんか本当になんか向いてないなって思って、なんかオレンジみかんゼリーみたいな、オレンジゼリーみたいなのを前作ったらなんかオレンジ要素がなくなっちゃって、ただの寒天になった。ゼラチン寒天になりました。寒天使った。人生で今まで成功したお菓子はラッシーしかない。ラッシーもあんまり、まあ普通のラッシーだった。でもなんか美味しくご飯をなんかお菓子を作ったことがないんですよ、一人で。あと基本的に川島絵が下手なんですよ。そう、美術部だったんですけど絵が下手だったんですよ。なんかだからなんか基本的にセンスがなくて、まずなんかチョコペンみたいなの使ったらなんか絶対になんか失敗する自信があったんですよ。だからさすがに手作りを作ったら本当になんかダメだって思ったからやめました。川島の落書き帳がここにあるけど、絵描いてないんだよね、そんなに。絵は何も描かないんですよね。なんか落書き帳にひたすらね筆ペンで字を書いてる。なんか最近字が下手だなと思ったら落書き帳に練習する字を。でもその字もちょっと読めないんで見せれないんですけど、何も見せれるものない。本当に、なんでこんなになんか使えないこと書いてんだろう。本当にダメなんですよ、本当に絵心なくて。なんかどうしたら絵心できるんだろう。でもね3年間美術部にいたけど別に絵は上手くならなかったし、美術の成績は2だった。すごいよね、美術部で先生と誕生日が一緒だったんですよ、美術の先生と。ですごいなんか先生と仲良くなって、なんか美術部の先生になんか誕生日一緒だからみたいな、すごいなんか言ってたのになんか2だった。すごいよね。なんか基本的に作業スピードもなんか遅いんですよ。いた。だからもう美術部だけどね、1年生は本当に雑談部だった。そう、ひどい話。10段階の2じゃない、5段階の2。これ本当に絵が下手なんですよね。なんかすごい川島の伝説の絵があるんですけど、ちょっとなくしちゃった。すごい同級生を騒がせたすごい絵があった。3年間やりましたよ川島、まあ、バスケ部も3年間やって、別になんか
5年生がスタメンっていうかメンバーに選ばれて、なんか川島と部活にそんなに部活に来なほとんど来てなかった他の6年生と川島だけ抜かれて5年生が入ってっていう、なんか基本的になんかダメです。バスケのポジションはフォワード?そうだからなんかダメなんですよね。なんか3年間ちゃんとやってるけど、一応ねいたけど、そんなに別に運動神経が、あ、でもバスケだけできるんです。だから運動神経が悪いんですけど、だから体育も2だったし、でもなんか社会も数学も国語もかな、5は取ったことあるんですよ。だからなんか別に普通の科目はまだできたんですけど、なんか感性で動くもの全部ダメだった。音楽もテストはほぼ満点だったけど、ずっと読んだった。でも普通にバスケはできますよ。だからバスケ漫画、バスケ漫画って何がある？黒子？わかんない。何？あ、もう鑑賞部めっちゃ得意だったかもしれない、音楽。なんか小学生の時から感想文だけはめちゃくちゃ点数高かった。スラムダンクか。いや、スラムダンク読んだことないな。諦めたらそこで試合終了でしょ。安西先生みたいな。アヒルの空とかも、わかんないな。流行ってたのはでも黒子のバスケは流行ってましたね、昔。あと配球とか、でも配球はバレーだけど、配球は流行ってた。配球は読んだことある。でも漫画って何読んでんだろう。川島、仲良し、リボン、何？聞いたことない、聞いたことない。ディアボーイ、わかんない。ディアボーイズ、わかんない。え、なんか仲良し、チャオ通らなかったんです私。なんかみんな周りが買ってるから多分大体読むじゃないですか。地獄少女はめっちゃ読んでた。だからなんかみんな、なんか漫画読み始めるきっかけって何なんだろう。付録かな、付録かみんなが読んでるかなんだけど、多分川島は特殊で、あの AKB0048 が連載されてたから、なんか付録とかに AKB0048 のなんか付録がついてたんですよ。それが欲しくて仲良しを買い始めたのがきっかけなんですよ私。でなんか HKT さんが連載してたりして、ジュースジュースさんとか、うん、たち、なんかそう AKB48 さん系がグループがなんか載ってたから読んでた最初は。でも普通に漫画とか付録も好きでだったけど、である時リボンを見始めて、漫画がめちゃくちゃ多いんですよリボンって。で、付録が好きで買ってました。付録と漫画が好きで買ってました。あとは川島兄がいるんですけど、コロコロコミックスとか、でもジャンプマガジン、サンデーとか、でもなんか基本的にはなんか単行本とかを読んでた、どっちかというと。コロコロ、え、コロコロコミックスめっちゃ好き。面白いですよね、めっちゃ。そう、コロコロコミックス大好きだった。
ベッカムくん。気づいたら少女漫画に移行して、え、でもなんか日常とか、日常っていう漫画とか、あと何読んでたかな、いっぱい読んでたな。なんか昔すごいアニメとか大好きだった。なんか周りがすごい好きで、仲のいい友達、3人組の友達が、3人組がいて、川島とあと2人いたんですけど、その子たちがその漫画が好きだから読んでた。グッズとか買ってた。マギとかフェアリーテールとか。あと何読んでたかな。あと日本人が知らない日本語っていう漫画めっちゃクラスで流行ってた、読んでた。漫画禁止だったけどその本はいいよって先生が認めてくれた本ですね。あとは基本的に遺伝読んでた、めっちゃ。小4小5で流行ってましたね。ファッション雑誌は入って初めて買った。入り口島が出てるポップティン初めて買った、人生で。なんかなんていうの、あ、そう、電気え、電気はもうずっと言ってる、アンドモン福さん。そう、入り口島のポップティンで初めてポップティン買ったかな。それまではそんなに買ったことなかった。なんか雑誌のコーナーには行くけど、雑誌のコーナーはそれこそブブカさんとか、なんか BLT さんとかズーボーイさんとか、本当にあとトップエールさんとか、そういうなんかのもうアイドルが載ってる雑誌を見るためにしか雑誌コーナーに行かなかった。雑誌読んでました。リクエストしてありがとうございます。エンタメ、そう、なんかアイドルが載ってるから買ってました。トップエールさんめっちゃ好きだった。古川さんが連載してた。あと夏みかんさんとか秋吉さんとか。オーディション雑誌は読んだことなかったな、基本的に。あんまり読んだことなかった。そう、アイドル、本当にアイドルにしかお金を使っていなかった。今もなお本当に、なんか入ったら絶対に、なんか入ったら絶対に、なんかそう、入ったらなんか絶対にそう、お金の使い道が変わると思ったけど、入ったけど変わんなかった、一緒。なんかメイク用品という道はできたけど変わんない、なんか本当に。サンリオとかメイク用品かアイドルにしか基本使って、あとご飯めっちゃ、ご飯にめっちゃ使ってると思う。加入前はメイクしたことほぼなかった。バレエの発表会とか。え、ご飯って大事だよね。ご飯とかお菓子とか。でもなんか本当にハマると一生好きなんですよ。ハマると一生好きっていうか、なんかもうそれにしか目がいかないんですよ、一個ハマると。だから幸せバターにハマった時、もう週5で幸せバター食べて、
週4週5とかで、週5本当にで食べてて、1日2個とか食べてたんですよ。本当になんか変なんですよ、なんかハマると一生好き、その期間はずっとそれが好き。すごいよね本当に。一番ハマったのは何？アイドルじゃない、大きく言えばアイドルが一番ハマってると思う。食べ過ぎて嫌になったりしないんですよね、なんか。でもなんかアイドルはなんか卒業とかすごい些細なこととかで、うん、ってなっちゃう時がなんかあるけど、でもなんかバッてハマった人はずっと好き。なんかもうなんか深いところまでハマった人はずっと好きなんですよ。わかりますか？なんかちょっと気になってるなって思ってた人とかはなんかまあ短く終わっちゃうこともあるんですけど、推し編するきっかけも、なんか推し編もなんかするきっかけは本当に卒業とかぐらいだと思う。今は何ブーム？リカさん。そうだからなんかリカさんにもここ1年ずっとハマってるハマってる、大好き。しかもなんか好きな時はもうひたすらこうなんですよ、ずーっともう上にしか行かないんですよ。そう、押し増しだからもう本当にこうしか行かない、なんかこういう波があんまりない。いやなんかあんまあるけど、えなんか本当に1週間とか会えないとちょっとこうなる。さきさんもずっと好きだよ。うん、でも喋らなくなっちゃった、あんまりお話できなくなっちゃった。えでもね、リカさんに関しては本当にね過ぎることないと思う、多分ずっと好き。なんかずっと好きな人のレイは渡辺真由さんとか、そうなんか竹内真由さんとか小海さんもだし、もうグッていった人はもうずっと好き、なんかそういう感じ。そうそういう、わかりますかこの気持ち。多分分かる人がいっぱいいると思うけど、ずっと好きなんです。めっちゃあれなんですよね、その人しか見えなくなっちゃうタイプ。あとはね、最近ハマってること、パッションフォーユー。でもパッションフォーユー本当にもう本格的に水がなくなってきたから、本当に休憩しながらやってるけど、何やってるかな、まあいろんな動画のコンテンツがあるじゃないですか。それの中に AKB0048 を見つけてしまって、私はえ見たいってなってる、今見たい、見ます、多分絶対見たい。もうでも見たいな AKB0048、 本当に大好き。なんか AKB0048 もそれこそ仲良しの読んでた時にアニメが始まって、もうねなんかもう一生好きだと思う、あのアニメ本当に神アニメですよね。本当にそう、歌も良かった、何より渡辺真由さんが可愛いよねっていう、この涙を君に捧ぐ、
アミナさんとか中谷さんとかクーミンさん、そう、シナノメソナタちゃん大好きだったんです。もう本当に大好きだった。もうね、チエリちゃんとね、ソナタちゃんが好きだったんです私。そう、かわいい。そう、ハタさんもね、いましたね。好き。でもなんか、そう、なんか渚ってちょっと池田っぽいですよね。なんかもう、わかんない、髪型かな、なんかちょっと池田っぽいですよね。でも、でもね、そう、アミナさんの声が好き。めっちゃ池田に見えるの、なんか池田見てる？池田見てるかわかんないけど池田に見える。あ、でも確かに、うーん、え、誰襲名したい？いや、襲名なんておこがましいですよ、ほんと。あの、あとさ、あのさ、最初のそのゲリラライブの時のあれすごくないですか？サイリウム、どんだけファンの人いるんだろうって思っちゃう。すごいですよね、あんなに。すごい。だって好きって言ってたら捕まっちゃうかもしれないんですよ。会いに行ったらその会場にいる人全員取り締まられちゃうかもしれないのに、もうファンの人がだから取り締まられてもいいから会いたいって思えるアイドルってすごいですよねって思いました。そう、すごいんですよ、なんかもう人しかいない。うん、感動する、本当に。ね、めっちゃキラキラして、はあ、尊い。ね、深いよね、本当に。でも誰襲名したい？まゆゆさん。それはまゆゆさん大好き。なんであんなに可愛いんですか、渡辺まゆさんって。本当に、なんであんなに可愛いんだろうってずっと思ってるけど一生答えが出ない。渡辺麻衣さんだから可愛い。なんか昔あの微妙っていうコントがあったじゃないですか。それであの渡辺麻衣さんのアイドル教室っていうなんかアイドルを教えるなんか授業みたいなのがあったんですよ。もうそれが本当に大好きなんです。もう可愛くて可愛くて仕方なくて、本当になんであんなに可愛いんだろうって毎日思ってた。でもまゆさんだから可愛いんだって思って、本当に好きだった。シリーズ化してくれないかなってずっと思ってました。あれ、あのコント、もうコントっていうかもうまゆさんが可愛かった、ひたすら。懐かしい。微妙ももう一回見たい、全部。ガチガセも懐かしい、ね、ガチガセ、なんかいっぱいありましたよね。いっぱい思い出す。微妙な扉もう見てた。なるほど、ハイスク、なんかいっぱい思い出す。楽しい。あとね、何か言おうとしたんですけどもう忘れちゃった。何言おうとしてたんだろう。
忘れちゃった。ポテトショーも大好きです。未だにめっちゃ録画残してありますもん、ポテトショー。なんか柴田彩さんがあの乃木坂46さんのライブを潜入リポートした時、私はまだ乃木坂さんのファンじゃなかったんですよ、その時は。でそれの本当に直後とかに好きになって、でなんかその柴田さんの潜入リポートの回でメンバーを見て覚えました。懐かしい。なんか他のグループのライブに他のグループのメンバーが潜入するのも楽しかったし、他のグループのそのグループのすごい入ってきたばっかりの方がやってるのもすごい楽しかったし、うん、本当に大好きでした。何よりユハイサさんの狼がすごい、本当に本当にあの狼は一生忘れないと思う。うん、本当に大好き。本当にあの狼がなかったら私はここにいないと思う。いないから大好きですね。あー、カモくんの月もよかった。あ、わかる。あー、わかります。もうわかる。あー、尊い。あ、そう、わかる。インフルエンザの予防接種もめっちゃ好きだった。大好きですもん、本当に。あー、懐かしい。エモエモですね。なんか1回目の乃木坂46ショーの1回目だったのかな、かなんかの時に、乃木坂さんの時にあのダンケシェーンっていう曲があって、その後ろでメンバーがなんかタオルとか持ったりサイリウム持ったりして一緒に盛り上げるっていうのがあって、レナさんいました。可愛かった。めっちゃ可愛かったです、レナさんね。エモ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 って感じですね。本当になんかいろんなアイドルが好きだったから、なんかどのアイドルも別にそんなに知識がないから、なんか本当に今めっちゃなんかね、人生楽しい。なんか楽しいです。 SKE に入って昔の SKE のこと知れて楽しい。なんか自分が知らなかった時の知らなかったこととか、なんかね、すごい知れるじゃないですか。楽しくて楽しくて仕方ないです。私はどんどん SKE のことがもう日に日に好きになっていくし、本当に大好き。もうアイドルが好きになっていく、どんどん。楽しい。どうしたら楽しさを表現できるのか。でもね、本当に今なんか昔の SKE のリバイバル配信をずっと、なんか暇さえあれば見てるけど、なんかもう楽しい。なんかもうエモい、楽しい、好きってなる。そう、そうなんですよ。なんか
その歴史にずっとリカさんがいる、いたわ、ずっとリカさんってその歴史をたどってきてるわけじゃないですか。その場面にずっといたわけじゃないですか。本当にすごい感動しますよね。本当にすごいってめっちゃ思いません？だって SKE を作り上げてきてくださったジーナさんとかマキコさんとかサーさんとかリカさんとかナオさんとかエゴさんとかキセイ様だし、もうずっとそうやって作り上げてきた方と今こうやって活動させていただいてるっていう状況って本当になんかもう感謝しかないし、本当に本当になんかすごいなって改めて思いますよね。パチパチ、なんか入る前はなんかそ全然詳しくなかった。今も別にそんな詳しくないけど、でもなんか知れば知るほど楽しいって思います。それではランキングを読みます。38位、黒ひげの太平さん、ありがとうございます。13位、死んだらどうなるんですかさん、ありがとうございます。12位、まさとしさん、ありがとうございます。11位、KVPH さん、ありがとうございます。10位、しのうまさん、ありがとうございます。9位、マストさん、ありがとうございます。8位、プさん、ありがとうございます。7位、みかんさん、ありがとうございます。6位、銀河の踏切717さん、ありがとうございます。5位、忘れっぱいもちさん、ありがとうございます。4位、ひがしさん、ありがとうございます。3位、よっしーさん、ありがとうございます。2位、あきらさん、ありがとうございます。1位はミリオンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今何分なんだろう。あと3分です。今日は3月6日、あさってファッションフォーユーの CM 選抜中間発表です。そうですね、速報には名前がなかったのですごい不安だし悔しかったんですけど、でもうーん中間発表では名前が見れたらいいなって思います。そう、最終的に25位以内にも入らないと、16位から25位以内に入らないとワイルドカードとかにも参戦できないし、そう、なんか名前が入ったら、あ、参加してるんだこの子って思って気づいてもらえると思うので、本当に名前が見れたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。はい、というわけで皆様本日はショールームをご覧いただき本当にありがとうございました。それではバイバーイ、おやすみなさーい。